d c トークは1980年代後半にアメリカ合衆国バージニア州にてトビー・マッキー・ハン、ケビン・マックス、マイケル・タイトによって結成されたクリスチャン・ロック・バンド。1990年代半ばにはクリスチャン・ミュージックの枠を超えポップ・ロックグループとして絶大な人気を得た。バンドの結成はトビーがリバティ大学在学時代ケビンとマイケルに出会った時に遡る。 1989年にクリスチャンミュージックレーベル大手のフォアフロントレコードからセルフタイトルのファーストアルバムをリリース。1990年にはセカンドアルバムニューサングを発売。彼らの人気を決定づけたのはサードアルバムフリーアットラストでポップ、ラップ、ロックが調和した新感覚のサウンドと紳士的な歌詞、そしてクールなルックスが女性ファンを中心に 日本でも注目を集めた。後のグループ初となるグラミー賞受賞や売り上げのプラチナム認定もこのアルバムで果たしている。1992年にはバーズのバージョンが有名な楽曲でドゥービーブラザーズがカバーしたことでも知られるジャストオーライが日本の FM ラジオ局でも頻繁にパワープレイされた。2000年にメンバーそれぞれが ソロ活動へと移行し、グループとしては活動休止状態となったが、断続的に d c トークとして新曲発表やライブ等を行っている。ありがとうございます。